なんすか今日は。おい、なんすか今日。なんすか今日は。久しぶり。お久しぶりです。見てなんか感じない。あっつこれ。え、ここは群馬ですよ。群馬っす。ちょっとはるばる来たんですけど、はい、あの車買いました。おついにおめでとうございます。おめでとうございます。いくらっすかこれね。おお、いいですね。しました。はい、まだちょっと車あの全然映ってないんですけど。あ、ですか。はい、今あのこうやんでちょっと涼んでるんですけど、はい、紹介しましょうか。そうですね、今日は。はい、あ、前回は軽自動車だったんですよ。4人乗りだったんですよ。はい、確かに確かに。めっちゃちっちゃくて荷物とかパンパンで人が乗れない状態、うん、それで大阪行ってたんですけど、うん、もうちょっときついなと思って車をボクシーを買いました。ボクシー、トヨタボクシー買いました。中こんな感じですね。7人乗りの感じで、はい、これはあの野球道具入れるためのなんかカートなんですけど、はい、カートがあって、まあ、ここにあの荷物とか入れたりしてて、はいはいはい、実はあの野球道具ここには置かないんですよ。はいはいはい、どこに置くんですか。ここにね、隠し扉があるんですよ。おお。まあ今いくつか出してるんでないですけど、ここにあのグローブとかスパイクとか、はい、まあ、カメラ機材のあの三脚とか入れたりして、でもここはもう他のまあ荷物とかカバンとか、はい、そういうのを置いたりして。広いですね。広いです。めっちゃ広いです。めっちゃ広いです。もう空いてるんですけど、まあ何人か乗ったんでちょっともう足場やばいですけど、まあまあこんな感じ。もう本当新品。あ、確かに全然綺麗ですね。そう、ゴールデンウィークに納車したばっかで、はい、もう超綺麗です。おお、匂いが、匂い、新車っぽい、新車の匂いが、新車の匂い。そうで、車なんかこんな感じっすよ。はい、はい、どうぞどうぞ入ってください。はい、こんな感じですね。9インチのナビで、この辺はまああのオートマなんで、はい、オートマのやつとかで、この空調っすね。お、空調もこのフロントとかリアとか後ろの座席のあのクーラーとか。ああ、なるほど。いろいろあるんですけど、こういうの、はいはいはい、あって調整できて、はい、でしかもこれ、これなんかわかる、わかんない、テレビ。そう、テレビ。ポポッと押すと、はい、ウィーンつってドゥイーンってなって。お、すげえ、テレビが見れると。すげえすげえすげえ。でこう座ってこうシートまあ程よくこう倒して、はい、あ、快適なテレビ見ながら、はい、乗れるっていう。なるほどなるほど。そういうなんか感じとしました。いいっすね、はいはい、前見づらいですからね、テレビ前あると。そうっすね、後ろの人たちは。そうなんですよ、ちょっと見づらいんで、まあ、ここに置いとけば後ろの座席に座った人も、まあ、これ見えるみたいな。はあ、いいっすね。感じで、はい、そういう感じになってますね。これはこっちは手動なんですけど、はい、こっちはスライドドアで、はい、自動で。おー、いいですね。閉まる仕様になってて、はい、みんなね、綺麗にしろ、しっかり乗るなら綺麗に、綺麗に乗れよ、しっかり。まあこんな感じで、あのここにね、おお、この台があるんですよ。ドリンクホルダー、ドリンクホルダー、ドリンクホルダー乗せたり、まあ、こう乗せるとここに、はい、ああ、そうですね、刺すとこがあるんで、はい、刺せたり物も置けたりして、はい、非常に便利なんですよ。で、すごいのがね、はい、ここの間の席あるじゃない、はいはい、これはもう今話してるんですけど、はい、これは普通にこうこうやれば座りながらドリンクホルダーを置けますと、はいはいはい、でもそこをこれをくっつけることもできる、実は。おお、これくっつけるってなかなかないでしょ。そうですね、くっつくみたいな。はい、このバーがあって、はい、これを倒すとまあ前後にとりあえずバーが動くんですよ。はい、でこれを思いっくって上げると、はい、内側にも行くんで、すげえのがさ、シートもさ、はい、結構後ろまで行くわけよ、これ。こう、わーっとこう、まあ今ちょっと後ろにあの毛布とかあってあれなんですけど、はい、わーっと後ろまで行って、相当後ろまで行くんだよ、あの、相当快適な足場が、なるほど、はいはい、ここ広くなるんですよ。はい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 、そうそうそう、これが多分こ、あのボクシーやばいなっていうところなんですよ、ほら。おー、確かに、めっちゃ広いですね。そう、後ろに荷物で、ここも快適に。あー、こうテレビ見れると。そうそうそう、はいはいはい。で、あの大井くんとさ、あの6月の9日行くじゃん、大阪。はい、その時、まあ、これで行くから。はいはいはい、よろしくお願いします。で、しかもあのちょうどあの大井くんのためにあのインバーターっていうシガーソケットにこう挿して、はい、その先にあのコンセントもつけられるようなやつも準備したんで、はい、うん、挿しながらこう編集もできたり、はい、まあ、充電がなくならないように。なるほどなるほど、頑張ったんで、はい、はい、ありがとうございます。まあ、これでまあ、テンポリテン動いてこうやって、はい、やってもいいし、飛行機のように、飛行機のように、はい、飛行機感じでもう快適にいるんで、はい、これで大阪に行きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、でかいですね。
でかいよね。はい、これマジでかい。でこれ本当にでかいんで、これでかいんで、あの駐車も、いや前軽だったんで、はいはいはい、結構ね駐車にも苦労してます。まあ確かにでかいと後ろはあれですからね、全然違いますからね。そう、そう、エンジンかかるんですけど、はい、こんなもんすね。はい、そんな感じで、今回は車を買いました動画を撮りました、はい、ちょっとこっちから見てもらいます。結構似合ってます。あ、サムネいいっすね。サムネいいっすか。はい、こういう感じですか。あ、ちょっと待ってください。 OK です、ここで。はい、OK、はい、どう、完璧です。はい、まあ次からはね、この大きな車で快適な楽しい生配信を、はい、この車でもやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録、コメント、高評価、あとあの鈴のボタンもね押してもらえれば、動画アップされたら、通知来るんで、来るようにしておいてもらえると助かります、非常にね。でちなみにあのゲリラプレゼント企画もちょっと今後もうやろうと思って、この構想考えてますんで、それもあの期待してもらっていいんで、また今後ともよろしくお願いします。はい、それではこれで終わります。ありがとうございました。はい、OK 本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。